はい、はい、お久しぶりでございます。スタジオがちょっと今弊社なくなったので店頭をですね急遽仮組みして昼夜オンライン TV でございます。はい、昼夜オンライン TV、はい、本日は、はい、レッジ君、はい、本日ご紹介しますのは、ボスコンパクトペダル誕生40周年を記念して、突如、発表されました、JB2 アングリードライバーです。アングリー、はい、こちらですね、ボスのBD2 ブルースドライバー名機ですね。それと、JHS ペダルスのこちらももう大ヒットしております、アングリーチャーリー、赤いやつ、赤いやつ、 赤だっけ、茶色、茶色、茶色いやつか、茶色、茶色に赤のぶのやつですねの、ニコイチになった。そうですね、ほぼ同様の回路でニコイチになってる、はい、まさかの、まさかの、まさかのペダルです。で、はい、これですね、ノブのところの形とか通常のボスと違ってちょっと JHS っぽい形になっててすごくこだわりを感じるんですけれども、まあ詳しい、モードやこのつながってるエクスプレッションのですねスイッチの機能については、実際に音を出しながら、説明を入れていきたいと思いますので、早速音を出していってみたいと思います。行きましょう。じゃあまずは、こちらですね、実はちょっとテキストで後で出るかと思うんですけど、リモートをつないで、はい、もう本当にマルチな作動をする、もうめちゃくちゃ使い勝手がいい設計されてるんで、はい、リモートがない場合の感じでいきましょうか、はい、まず一番右からモードがね6個あるから、うん、ここですね。まず JHS このアングリーチャーリーですねはこれになりますね。まあいいですね。いいです。芳醇、芳醇。あ、ちなみにコントロールがですねこれ左側3つがスタックノブに、そうですね、うん、もうレベルトーンドライブでもう見たかんまんまですね、ボスのと JHS のっていうので二軸で両方独立でね、はい、上がアングリーチャーリー、下が、ブルースドライバーっていう風になってます。そうですね、コントロール自体はすごくシンプルです。今、アングリーチャーリーでこうレベルを上げるとね、結構ね、アンプとの相性も考えると結構グッと上げれる感じですか、これは。ですね。ね、結構ゲインをこうドーンと上げても、ああいいですね。トーン絞ってみたりとかね。もう最近流行りのなんていうんですか、もうどのセッティングでもいい音出ちゃうってやつですね。やつですね。はい、次がボス、ボスですね、なんでブルースドライバー、これはインジケーターが青になります。わかりやすいですね、イメージ青で、青ですね、ブルースドライバー、ブルースドライバー青です、うん、でもここもおよそ12時ぐらいで行ってみましょうか。なんかブルースドライバーよりもなんかレスポンスといいますか、なんかすごいなんかいい感じがしますね、なボリュームに対する感じ。そうですね、うん、ほら、めちゃくちゃいいですね、これだけでも相当使えるすごくいいですね。これ原因を上げると、はい、
まあ、ブルースライモンも意外と歪み見ますもんね、あれもね。ああ。あの後ろでジャーってなってる感じの、うん、ね、その感じすごいブルースドライバーっぽい。でも弦上がってる？上がってるんですけど、ブルースドライバー特有のあのジャリッとしたハイの部分がそんなに目立ってない感じなので、そうね、こうトーン上げると目立ってくるのかな。あー、いいですね。これ単体でもあのボリュームでね、これトーン上げ気味でこうボリュームでこうやったりすると結構いいんじゃない？いいですね。いいいい良いですね。それぞれの出音ってまあ大体こんな感じですね。もう本当に、いっぱいレビューありますんで、まあ、この2機種に関しては、まあ、音はいいと。で、まあ、そうですね、はい、品質はもう、はい、ですごいのは、まあ、ここからなので、はい、まあ、簡単に説明しますと、このアングリーチャーリーとブルースドライバーの音を、まあ、同時に出したり、それすごいね。これ一番最後のモードでね、パラレルっていうのがあって、はい、パラレルっていうのもあるし、それぞれを前段後段で、切り替えたりですとか。そうですね、JHS からボスに行くモードで、ボスから JHS に行くモードっていう、JHS モードとエキゾチックのねエフェクターでほらボタン一つで AB チェーンがなんとかプラス的な、ね、なんとかプラス的な、はい、と同じですかね、やつなんですけど、うん、それとあとトグルで切り替えれるモードですね。そうですね、ここのあの JHS ボスモードっていうモードにすると、まあフットスイッチがない場合、常時オンになります。常時オンで、こちら踏むことによってトグルで切り替わる、トグルで切り替わるっていう、はい、なんですけど、まあ面白いのはやっぱりそれぞれ前段後段でつないだりパラレルで出したときだと思いますんで、そのあたりの音をチェックしていきましょう。はい、では、モード、1234ですね、モード4の、はい、の、JB モードJHS からボスっていう直列ですね。青インジケーターと赤インジケーターが同時について紫になるっていうね、はい、やっぱりめちゃくちゃ歪めっちゃいいね、これいい音ですね。今前段の JHS は若干ブースト系のセッティング、レベルブースト的なセッティングにしてるんで、はい、ね、あのかなりジューシーな、すごくいい、うん、ただやっぱり後段のブルースドライバーがその大まかなキャラクターを支配してますんで、はい、当然、でも全然ありですよね、この音ね、うん、はい、でお次は、はい、モード5、逆になります。ちょっとセッティング変えましょうかね、はいはい、じゃあブルースドライバーをちょっとこうね、ブルースドライバーをこうレベル上げ気味のトーンはまあニュートラル で、まあ、JHS をこうね行きましょうか。もうさっきと若干ね違う、ちょっと違うですね、低域がやっぱタイトになった感じがする。やっぱ JHS が高段なんで、あれはどちらかというとマーシャル的な的な感じなので、なんかミドルが詰まってもっとジューシーになった感じですかね。なんかね、ハイミッドとローはなくなってるんだけど、ローミッドが増強されたみたいな感じになる。ちょっとねフォーカスされた音ですね、こっちの方が。うん、何
にせよすごくすごい何がいいって弾き心地が良い良い音です。じゃあ、最後にパラレル。はい、パラレルというのはその名のごとく今までのがあのどちらが先かっていう直列だったのが、まあ、今回はパラレルなんでこう常に両方並列でなってるっていう状態、はい、これはね分かりやすく全部12時の方で一緒に鳴らします。そうです ねこんな感じ。レベルもまあこう揃えてね、いきましょうかね。これはまあね、片方レベル絞れば片方だけになるんですか。今はそうですね、J ツスのみ。で JTS 絞ってボスを上げると、ああ全然ね音違いますね。やっぱハイミートからね、あの、うん、トレブにかけてシャーっていい感じのね、この独特のキャラクターが出てくるんで、うんね、ボスらしい。で JJ さんはもっとローミートがしっかり、ローミートがねしっかりしてる。これ逆にちょっとこのねボスで、あのやっぱ砕けちゃうイメージがあるじゃないですか、あの原因を上げたブルースドライバーだと、はいはいはい、原因を上げたブルースドライバーに例えばあの原因を下げたアングリーチャーリーの芯のあるところをちょっとブレンドするという感じで、まずあのこれアングリーチャーリーね、アングリーチャーリーのあんま歪ませずに音のねローミッドのっていうところですね、をあのブルースドライバーの結構歪ませたところ、このぐらい歪ませちゃう、はい、このシャワーとこう歪んだところにこのアングリチャーリーのローミッドをこうね若干クリーンで混ぜると。今ブルースドライバーだけ、ここからこのあんまり歪ませない芯の部分を JHS で作って混ぜていくと、もうちょっと混ぜてもいいね。ちょうどこう補うかのようにね、芯のところの周りにうまく干渉しないようについてくる感じ、このミックスはかなり幅広く音が作れるんじゃないですかね。でこう原因を絞ると、でみたいな感じでかなり幅広くいける。そうですね、で絞った時の感じもやっぱりどっちの特性もうまく出てる。そうそうですね、これはかなり、うん、かなりかなりいいお気に入りですか、うん、これはね買っちゃうかもしんない。買いましょう、1台ずつ買う、2台ずつとかじゃないですか。ああそうね、2、3台あってもいいもんね。なぜかはいこれですねこれですね、あの秀逸なのがあのフットスイッチ、このリモートスイッチも含めた設計なんですよ。はい、と言いますのが、あの今までご説明したのはあのこのスイッチがない状態でのモードなんですが、あの全てのモードであのこのスイッチが機能します、はい、でその聞き方が非常に良い。例えばあの JHS モードの状態だと当然 JHS の音が鳴るんですが、本体スイッチはオンオフですね、はい、リモートを押すとブルースドライバーに切り替わります。なんとでリモートを押すと JHS に切り替わります。当然これはオンオフです。どっちの状態でもオンオフ、オンオフ、はい、当然あのブルースドライバーの状態でオフ振った時オンにするとブルースドライバーです。でこう JJS の時にオフ振るとオンにすると JJS。 あらあら、これはもう自由自在。あらあら、でこれボスモードにするとそれが逆になるだけ、逆になるってことですね。逆になるだけで一緒です。これなのでフットスイッチ側で
ットを押すと JHS と切り替えれると。切り替えれる、はい、でさらに、はい、はいはい、トグルモードになると、モード3か、トグルモードになるとこれを押すとトグルですよね、はい、その時リモートはオンオフになります。だからさっきの2つの、ま、これ逆になっただけで、逆になった方が一緒です、赤の状態で切ると赤ですね、青の状態で切ると青で復旧と、でこれがまあもう切り替え、まあ、一緒ですね、こう一緒、こうこう、まあどっちに重きを置くかっていう、そうですね。で次、はい、そして、シリーズモードその1、JHS からボスですね、砲弾ボスの前段、JHS の時の沸騰スイッチの挙動、まずこれが普通に青ですね、ブルースドライバーのみ、これはすでにこれを入れてね、オフってるからなんですけど、前段の JHS のオンオフになります。はい、で、お次ですね、この最初にブルースドライバー、後ろに JHS の場合は前の JHS、ブルースドライバーのオンオフになります。要は前段のエフェクトのオンオフになるんですね、これがね。そういうすごい使い勝手が良い。これ逆にしないといけないね、こうやってね。でこういう感じでやると、今は後段の JHS のみ、ここにブルースドライバーオン。っていうね、でこれちなみにブーストだけじゃなくてですね、前段のブルースドライバーをかもう原因をほぼちっちゃくしてレベル自体低くすると、ちょっと上げ気味でやると、はいはいはい、要は前段のエフェクトのレベルを下げることで歪みが下がります。でオフの時にレベルが上がります。なんていう逆の使い方もすごく良い、うん、良いですね、うん、レベルを下げて EQ、 ブルースドライバーならではのプリッとした上を出すみたいなね、はいはい、ような、これもおすすめ、はい、じゃあでオフルト、はい、っていうね、っていう、で最後にパラレルモード、これちょっと音量でかかったですね、さっきね、若干叫びで、うん、大丈夫。はい、パラレルの時もですね、両方鳴ってんだよね、両方鳴ってんだよね、あ、今、うん、あ、そうだ、並列でボスを足す、ボスを足すっていう、でこれそもそものオンオフですね、あ、なるほど、やっぱブルースドライバーがやっぱりローが上京されてるんで、すごいミックスの音はね、これかなり幅広く使えますね、うんうん、作れます、はい、どうですかレチ君、これすっげえ良くないこれすごく良いですね、うん、でこれですね、僕は一つ言いたい、これリモートついてるじゃない、はい、これスイッチャーと組み合わせたらものすごいことになるよね。そうですね、これ、ラッチタイプのフットスイッチ、ステレオジャックのね、はい、あ、いや、これはモノラルでつないでます、モノラルでいけます、モノでいけるんだ、はい、なのでラッチでオンオフできるので、まあスイッチャーのね、コントロールアウトでね、いけるはずなので、アンプの切り替えみたいな感じでいけると思いますので、そうするとこれのね、トグルだとかオンオフの機能と合わせると、それこそ2個3個ループの中に突っ込んで別のセッティングで違う歪みとしてね、運用すると、もうそれで事足りちゃうんじゃない、これ事足りちゃうんじゃない、事足りますね、まあクランチ系のサウンドから割とハードなディストーションまで、そうね、いけちゃうので、で一応説明ではまあほぼ同様のって書いてある、書いてありますけど、 JHS はともかくボスに関してはこれはボリュームの追従性というか、トランスペアレントというか、非常にね良い、良いうんうん、から、うん、単体で使ってもすっごいいいですね。ちょっとこれ原因絞ったやつとかいいですね。これね、すごくないですか、これブルースドライバーってこんなだっけ、
ジェイジェイス。まあジェイジェイスはこんなだったね。いい音です。うん。まあそんなところですか。はい。うん、これは満を持してというか突然感はすごいあるんですが、まあジェイジェイスボスコラボのアングリードライバーのご紹介でございました。はい。これはやばいね。やばいね。はい、いかがだったでしょうか、ボスと JHS のコラボ、JB2 アングリードライバー。まあサウンドバリエーションがあまりに豊富で、ちょっとこれは実際に楽器屋さんで試してもらいたいというか、試さないと良さが伝わりにくいかもしれないんですけれども、これ一晩ぐらいずっといじって遊べるね。ずっと遊べますね、うん、矢田さん何台買います？何台買おうかね、うん、僕3台欲しいんですけど。最近ボスの某スイッチャーを導入したから S3 ですかね。うん、あれ3つのループ全部これでもいいよねってぐらいいいです ね, ね、まあ、あれでコントロールアウトで全部ね埋めて いけるもんねってこともできちゃうこのペダル。はい、こちらがですね10月14日より発売されておりますので、ぜひチェックしてみてください。めちゃくちゃいいです。おすすめ。はい、ありがとうございます。またお会いしましょう。